ワゲ・ルドルフ・スプラットマン旧式の表記では、ワゲ・スプラットマン、また通称では W ・スプラットマンは、プルーレ女剣に生まれ、スラバヤに没した、インドネシアのソングライターで、後に、インドネシアの国家となった、インドネシアラヤを作詞作曲した人物。インドネシア国家英雄の一人である。日本語では、スプラットマンとも表記される。95万ルビア紙幣に描かれたワゲルドルフ・スプラットマン。 W.R. スプラットマンは、ランイン軍の軍曹であった父女目のセネン、サストロス・ハルジョーと母は指揮セネン・スプラットマンの間に、1903年3月9日に、プルーレジョ県の村祖門があり、生まれて数ヶ月後に、父が出生登録をした際には、何、スプラットマンが加えられ、出生地はバタビアの名スター・コーネリストされた。 スプラットマンは9人兄弟の7番目として生まれた。長兄に、ルキー・エム・スプラティア・アハン・エルディクがいた。ワゲ・スプラットマンは6歳の時、チマヒノブディウとも小学校に入った。父親が退役した後、ワゲは姉、ルキー・エムを頼って、マカッサルへ赴き、1914年にエウロペーシェ、ラゲレコーデマナになった。デドルフという名は、オランダ人の生徒と対等に扱われるために、 この学校にいた時から付け加えられたものであった。しかし、その後ヨーロッパ系の血筋を弾いていないことが露見し、彼は退学を強いられた。その後、彼はマレー語の学校に移って勉強を続けた。やがて郷里に戻った、彼はギターとバイオリンの演奏を学んだ。マレー語の学校を1917年に卒業したワーゲは、 オランダ語の家庭に学んで1919 19年に卒業した。その後は市範学校に学び、卒業後はマカッサルで補助教員となった。1920年17歳の誕生日に兄ファン・エルディクがバイオリンを送ってくれた。この年、ワゲはファン・エルディクと共にジャズスタイルのバンドであるブラックホワイトを結成した。彼はバイオリンを演奏した。 彼らはマカシサルで結婚式や誕生日パーティーの席で演奏していた。また、教員、後には新報の記者として働きながら作詞、作曲を続けた。1952年にツアララヤットに発表された改装前のスプラットマンの墓の写真。1933年7月、和毛は病を自覚するようになった。11月には、 新報の記者を辞職し、最初は、チマヒに、ついで、パレンバン、最後は、スラバヤに住んだ。1938年8月17日、午前1時に、ワゲは死去し、スラバヤのケンジェランに埋葬された。1956年3月13日、彼の遺骸は、タンバクセガランウェタン墓地に改装された。ワゲが、作詞作曲した、楽曲、インドネシアラヤは、 後に、インドネシアの国歌となった。1928年10月28日、ワゲはこの曲を、第2回インドネシア青年会議の席でバイオリンを弾きながら披露した。この曲はすぐさま、スカルノのインドネシア国民党に採用されて広まった。1944年11月に歌詞の一部が修正され、旋律は正式に国歌となった後、百五十八年に、 原稿のものに編曲された。1997年のインドネシアの切手に描かれたスプラットマン。1971年、インドネシア政府は和毛に国家英雄の称号を送り、ビントングマエプトラウタマケラズスリー勲章を授与した。インドネシアの都市や町には和毛の名を街路に関しているところがいくつかあり、例えば WR スプラットマン通りなどと呼ばれている。は、 アフマディーヤ派のムスリムであった。一部の説では、和毛はカトリックだったとも言うが、1967年に出版されたシダーラ・ラグカバンゼンインドネシア・ライヤの中で、遺族は彼の亡骸がイスラム教の作法にのっ,とって、戦隊、埋葬されたと述べている。ありがとうございます。